ゲームになりました。いやー、モハンセイヤの諸君、バーチャル風景長の祝星バツマルだ。いや、聞いてください、皆さん、なんとこの度祝星バツマルノベルゲームになっちゃいました。いやー、はい、ということでですね、なんと個人勢 VTuber 祝星バツマル、この度ですね、ノベルゲームの登場人物としてね、ゲームに出演させていただきました。いやー、みんな何言ってるかわかんないっていう顔ですね。まあ、百聞は一見にしかず、とりあえずこちらをご覧ください。どうぞ。ずっとずっと歩き続けた夢のような時間を眠れない夜が明けて ということで、オープニングをご覧いただいたわけなんだけども、いかがだろうか。めちゃくちゃしっかりしたゲームじゃないですか。平成を生きてきたこの身からすると、うずうずするようなこの感じ、わかりますかね。スズフフハルフの憂鬱とかね、エンフヒーフとかね、リトルハフハフとか、もうあの頃の熱き思いをこう彷彿とさせるようなこのオープニング、どうですか。ということで、今回参加させていただいた作品、心ノートをあなたに、こちらはですね、 VTuber というものを題材とした学園ものになってるわけなんですね。ということで、出演者さんの中にはもう豪華な VTuber のね、面々の方だったりとか、声優さんとして活躍してらっしゃる、もう皆さんご存知、ウマ娘ダイワスカーレットちゃんなどでおなじみの木村ちささんもお迎えして、とんでも豪華メンバーとして構成されてるんですね。ということで、なんと祝星バツマルゲームになってしまったわけなんだけども、皆さんももちろんご購入いただいて遊べるようになってるんですよ。詳しい詳細だったり、ご購入はね、概要欄にリンクを貼っておきますんで、ちょっとそちらから覗いてみてください。そしてぜひプレイしてみてください。ということでですね、なんと実は俺、これ収録をね、ボイスを撮らせていただいたんですが、実は俺自身もまだ未プレイなんですよねだから完成品がどうなってるのとかもう全く知らないんですよ。ということで、今回ちょっとね、少しだけプレイしていってみようかなと思うぞ。ではやっていこう。みんなチャンネル登録しましょう。この通り。さあ、ということで、やってきました、心ノートをあなたに。うおほほ、俺がゲームになってる。ほら見てください、ここ、ここわかりますかね、いるの、この俺がこうやってこうやってるとこ見えますかね、この高貴な姿。うわぁ、本当にゲームになってんだ。そんな経験することありますか、自分がゲームになるっていう経験。いや、ないですよね。ということで、早速始めていきましょう。いや、俺ノベルゲーム自体やるのがめちゃくちゃ珍しいんで、うわ、ドキドキ。なんだ、白い空間だ。お、なんだ、セクシーなポスターが。ライブハウスの中にはむせ返るような熱気がいっぱいに広がっていた。いや違う、ここは現実の空間じゃない。え、どういうこと。白い最初だったから、もしかして死後の世界とかそういうことか。だから熱気なんてあるはずがない。え、でもそこからは確かに熱を感じていた。人を何かに突き動かす熱を。どうも、ジョニー・ヘンリーです。今夜もロックンロールをやりに来ました。いや、すごい、見切れた顎がすごい見切れた顎がすごいって気になるな。何、ロックンロールやりに来たって。ステージに踊り出た一人の男が合図を出すと、照明は色とりどりに明滅する。うわー、すごい、ワイヤレスマイク。途端、それまで静かに待っていた観客から割れんばかりの拍手が巻き起こった。すごい、すごい、すごい。え、何、熱っ、熱っ。
いや、顎すごい。いや、顎だ。いや、いいね、音がいいわ。無言で手を振り、それに応える。すると演奏が始まるのを察したのか、拍手が止む。おい、ちょっと兄貴って感じすんじゃん。その様はまるでオーケストラの指揮者のようだと思った。素敵な表現。指摘？何それ、素敵で指摘。突如脇に設置されたスピーカーから出た大音量のサウンドが耳を貫いた。うわ、始まるのか。おい、いやいや、ドラム気になるな。ちょっと無視できないって。ドラム気になるよ。頭ねえ、気になる。すごい気になる。あ、でも両脇可愛い。いい曲。いや、めっちゃいい歌声じゃん。兄貴。はい。はい。イエーイ。いや、いい曲だな。すごいわ、これもずっと聞いてたいよ。度肝を抜かれたと言ってもいいだろう。抜かれたね、今。間違いなく度肝と心を射抜かれちゃったね。俺が知っている音楽とは違う。今まで持っていた価値観が打ち砕かれる。これがロック。すごい。俺と同じくステージを見ているもう一人から声が聞こえた。可愛い声だったな。おー、この子ヒロインかな。かわいい。身振り一つで観客を沸かせるボーカル。そこに切り込むギターリフ、跳ねるベース、全てを支えるドラム。一体となったリズムが自然と体を弾ませた。指が、足が、肩が、頭が、心が、そして震えるこの脳みそが自分の感情の高ぶりに合わせて動けと命令を出している。動け。俺が金縛りにあった時と一緒だ。俺金縛りあった時、脳みそだけで動けってずっと言ってたからな。録音では出せない迫力が、会場の熱がバーチャルの体を通して体の芯を揺さぶっていた。会場がまるで一つの生命体であるかのように大きく躍動する。それを支配しているのはステージ上の彼ら。気づけば俺も大勢の観客と同じように腕を振っていた。うわー、ちょっと気が触れたわ。お、朝だ。おっと、寝ちまったか。朝になった。やれやれ、あ、遅刻。あ、食パンだけでいいや。行ってきます。自転車で15分。それは俺が一人暮らししているアパートから必要な時間。1年かけて開拓した最短ルートで向かうこっちの道なんだよな。でもここの家の便がよく吠えてくるから気をつけないとな。いい学園、こんな憧れるな。車両が照らす廊下を歩きながら部活動に勤しむ生徒の声を遠巻きに聞く。さっさと提出して帰ろ。今日は推しの配信があるのだ。万が一にも遅れるわけにはいかないのだ。そう思い扉に手をかけようとした時、なんだ、可愛い歌声。何？教室の中から聞こえてきた歌声に反射的に手が止まる。よく聞かなくともわかる、抜群にうまい。ちょっと俺もハモっちゃおうかな。もう一回歌ってくれる？キレのあるシャープな歌い口、それでいて音程は精密で、何よりも自信たっぷりな声量。アカペラでも、いや、アカペラだからこそわかるその実力に、扉に手をかけたまま聞き入ってしまった。そしてハモってしまった。ガラ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 。お、この子はもしや？なんだこの神秘的な一枚絵は。ここにいたのは一人の少女だった。夕日に照らされた明るい茶色の長髪はなびき、ふわりと甘い香りを運んでくる。ああ、これはボールドの香り。その顔は元から丸いだろう。目がさらに丸く見開かれ、口は半開き。ありていに言ってしまえば間抜け面というやつだが、パーツが整っているせいで妙に綺麗という印象が先立つ。それまで心地よく耳くんを打っていた歌は闇。バサバサと揺れるカーテンの音だけが、僕霊した。どちら様ですか。おいおい、そんなに慌てられたら、どちら様って、お前、知ってるだろ。水くれちゃん。え？名前だよ。あ、俺だ、水くれは俺だよ。私はおつもりもみじ、よろしくね。おつもりもみじ、じゃモミピーって呼んでいい？よし、お前ら揃ってるな。くるみちゃんだ、くるみ先生だ。なんてかっこいいんだ。ちょっと俺のタイプですね。ダウナーな雰囲気で主に女性陣に人気が高いだろうな。これはかっこいい先生って感じだもんな。まあ俺からの人気も集めちゃってるんですけどね。ガキども喜べ、転校生じゃないがほぼ似たようなもんだ。何？ちょっと出してください。入ってこい。誰だ転校生。おつまりもみじです。お前はあの時の
かまととしゃかりき女、よろしくお願いします。なんであんたがこんなところにいるのよ。おつまり、お前の席はあそこだ。どこどこ、俺の隣でしょ。はい、そうだよね。実際一番後ろというベストポジションが指さされる。ちなみに俺はその横、自然目が合ってしまい、やたらと安心した顔を向けられる。おっと、ちょっともう、やれやれ、子犬かよお前は。え、子犬かって聞いてんの。おつもりさんはどこ中学出身なの。そうそう、気になります。前の学校では部活は何入ってたの。あなたたち落ち着きなさい。それと今日のお昼お弁当は持ってきた。一緒にどうかしら。私もポテチ持ってきたんだけど。ちょっとここで一旦セーブしてみよう。行くぞ、セーブポチ。セーブ画面ね。うわあ、ボイスが入ってんだちゃんと。え、もしかしてこれさ、俺の声も出てくるか。ちょっと何回か繰り返してみよう。セーブ画面だ。ああ、男性の声になってる。セーブ画面だ。セーブ画面だ。ああ、この人よく出てくる。よく出てくる。セーブ画面だ。あ、この人しか当たんないもん。セーブ画面だ。いや、もうダメだ。運命めいたものを感じるわ、ここまで来ると。電子軽音部か。おや、なんだこの声。電子軽音部か。おっと、なんか聞き覚えのある声が。いずれにせよ、すべて裁かれるべき悪、すなわち。すなわち、何ですか。え、粛清だ。粛清だ。粛清の字が過激な粛清の字だ。ルールは秩序は守らなければならない。そのために自分はいるのだから。あ、これは何があるの。ついに出てくる俺。このスチル良すぎるだろ。おお、あ、俺が出てきた。このどうですか、この幻覚。めちゃくちゃ幻覚。本来あるべき俺だ。部員一同、冷たい空気の張り詰めた部屋で無慈悲な沙汰を下された。もう敵って感じだな。もう風紀の腕章もいつもより光っております。風紀院はお前たち電子軽音部の創設を認めない。なんで。そんな、どうしてですか。なあ、そんな厳しいこと言うなよ俺。どうしてだと、おかしなことを言う。そもそもお前たちのような集団が今日まで活動できていたことが異常なのだ。え、そうなの。電子軽音部は本日をもって活動を停止。急ぎ部屋も明け渡してもらおう。それがこの風紀委員長。うわ、粛清罰丸学。何、粛清だ。粛清だ。100歩譲って部活申請が通らないとしても、それでどうして活動の停止まで命令されなくちゃいけないんですか。愚問だな。愚問、何がですか。一つ、すでに軽音部はある。わざわざ分ける必要はないだろう。まあまあまあ、そうですけど。二つ、ロックとは不健全な音楽だ。そんなことない。この学園にふさわしくない。そんなことないですよ。その不敵な笑み、畜生、俺だってできる。そして最後に、これが一番重要だが。何ですか。貴様たちは発足からわずかな間で問題行動をいくつも起こしている。そんな、いくつもって、そんな指で数えるくらいじゃないですか。だとしても、ロックってだけで不健全ってのは暴論じゃないですか。そうだろうか。そもそもロックバンドの起こりには人種批判がある。そうなんですか。今のロックもそうだとはさすがに思っていないが、聞いただけでそういったマイナスイメージを抱く人もいるだろう。ならばそれを含めた上で配慮するのもまた必要だと思うが。まあ、そういうこともあるでしょう。実績のある軽音部と比べてもお前たちを配部する方がいいと判断したけど、言い訳は受け付けていない。デモも待ったもなしだ。繰り返す。お前たち電子軽音部は活動を停止、解散せよ。なあ、言いましたこれ。いや、もうザッて切って感じ。納得できんよな。うわ、どうなっちゃうの。いや、どうなっちゃうんだよ。お手上げだ。あ、システムに俺が追加されてる。ちょっと俺押してみていいですか。システム設定だ。あ、俺だ。システム設定だって言いました今。他の言葉も喋ってくれる。心ノートをあなたに。うわー、ゲームっぽい。いい、これが一番テンション上がる。好きなボイスを楽しんでくれ。うわはは、何がいい。お茶しない。あ、ちょっと今新しいの作っちゃった今ここで。ゲームに関係ない。お茶しない。あ、新しいの作っちゃった。タイトルに戻るのか。テキスト設定だな。サウンド設定だ。ボイス関係だ。ガイド関係だな。ちなみにこれゲームを終わってみようとすると、ゲームを粛清、いや終了するのか。ゲーム終了のこと粛清って言うんだ。よくないこれ。ちょっと、はい、ということでいかがだっただろうか。いやー、俺がちゃんと風紀委員長してたな。今後の活動は少し
ゲームの中の俺に寄せてきます。ということで実況を見てもらったんですけども、これ本当にもう一部の一部です。序盤も序盤なんで、先とかね、あと俺今回カットしまくったけど、間にもね、いろんなね気になっちゃうことがいっぱいあるんで、その辺はぜひぜひみんなの目でね、もうしかと確かめてみてくれ。ということで今回の動画いかがだっただろうか。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくな。ではまた次回の動画でお会いしよう。さらばだ。